こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。こんにちは、マリサだぜ。今回、またまた統合版の前説だね。まあ多少予告はしていたからね。今回の統合するテーマは何？愛と感謝よ。おお、怒りと制裁のマリサから、そんな言葉を聞くとは。かぼちゃに帰るわよ。上記のようなラインナップでお送りする予定なのぜ。この前説の収録時間によっては、一つ減らすかもしれません。大体、キリスト教、愛、感謝と進化論が共通のテーマのようだ。なんか西田哲学みたいのも混じっているけど。まあ絶対者の愛あたりが重なっているようで。その他、ペイリーやエイサグレイ、トルストイは、キリスト教的立場の自然観、生命観ね。あれ、スウェーデンボルグの会がないようね。あの会は仏教シリーズに組んだんだったっけ。もう使っちゃったのね。ってな感じで今まで仏教や神道、哲学における修養によって自然観を磨き、その立場で進化論を考察するといった内容が多かったけど、キリスト教はマリサが迫害された側の魔法使いということで、あまり取り上げてこなかったのよね。わかりません。な支援ではなくてだな。一般的にも、キリスト教の聖書の記述と進化論とが折り合いが悪く、そうした対立を扱ってきたから、それほど紹介してこれなかったんじゃないかな。一方で、このチャンネルでは神とか精霊とか創造とかも話題にしているので、視聴者によってはここはキリスト教系のチャンネルかと、思っている方もいるかもしれない。さもありなん。今回は、キリスト教系の収容方法の一つとして、イグナチオロヨラの、霊想をざっくり紹介して、導入とするようだ。霊想？耳に馴染まない言葉だけど、霊の体操、霊的生活の調整作法のようなもので、キリスト教における精神収容、主要法のまとまった内容の一つだね。この岩波文庫の解説を書かれている門脇さんという方も、霊的体験を積んだ確信を持って紹介しているので、とても実感できる内容なのぜ。ふむふむ、この巫女である私も、実践してみましょう。なになに、食欲を抑え、食欲に駆られて急いで食べてはいけないって。マリサもう無理かも。ええー、この軟弱者。うん、でも、パンに関して節制する必要はそれほどない。だって、ついていけるかも。お、うまそうだな。ああ。おのれ、私のイチゴとバナナ愛を知っていての所用か。もはや所用でもなんでもないですな。う、どなたかな？はい、ロヨラ役の一輪です。この本は、第1週から4週までといったプログラムになっているので、そういう途中だけ読んでもいかんのです。それに当時の感は質素な感ですよ。すみません。その都度、考えるテーマが与えられ、黙想しながら精妙な心境を整えていくんだね。ちょっと高安全みたいね。宗派による細やかな作法、宗祖の時代風景的色彩に違いはあるが、概ね目指している精神統一的な方向性は同じと言ってよいだろう。というスタンスで門脇さんも紹介している。そうですね。霊想の結果、今、キリストと共に何をしなければいけないか、各時代、各地域において自治できるようになるのです。これは善によって無念無想の域に至り、空を体感し、宇宙のエネルギーを秘めつつ慈悲行をなすことと同様の狙いがあるでしょう。主を愛する道は、それ以外の愛着を捨てる道でもあり、地域的色彩はあるけれども、キリスト教も仏教も人格を鍛える道なのです。巫女は、パンの下りで反省中です。謹慎します。その慎み深くある態度は大切です。はい。多少、身体を懲らしめるための供養コースもありますが、正常に辞退します。詳細を省けば、第一週は、いわゆる反省、懺悔ですね。自己反省は世間の物差しに流され漫然と生きるのと違い、自発的な内なる心の動きです。これは神の声を聞く上でも必要な精神態度です。第二週は、聖書に沿って、キリストの受肉、降誕を完走し、キリストの精神に近づく作法を習います。大乗仏教にも十六巻のように情景を浮かべながらの瞑想があるわね。主を一層深く愛し、従おうとする姿勢を培います。第三週において、キリストの受難を完走し、小さな自我の囚われを神の意志に明け渡すのです。デカルトの近代科学の基礎、疑うゆえに我あるとする自我ではなく、神と一体となる真の自己を監督する。自然を対象とする科学的自我よりも、工事の心境なのです。最後、第4週で、キリストの復活を完走し、愛に達するための完走を行うのです。聖書の時代に心を移動させ、受難から復活までのキリストの御心を推し量り、自らの心とするんだろう。尊き。まあ、ドーキンスとかには1ミリも響かないんだろうけど。それで、最後、愛に達するための感想がクライマックスで、その心境に浸りつつ明日を生きることが大切なんだけど、その漢方の中に、神がどのように、無生物のうちに、植物のうちに、動物のうちに住まいになられているか見るポイントがあるんですね。そこに自然感が出てくるのね。植物、果実、家畜など存在させ、生きる力を与えておられる、その神の愛、慈悲を監督することは比類なき幸福感なのです。これはまた純粋経験でもあり、
この世界の愛に応じて正しく命を使うことが、西田哲学の予言なのだろう。かくして、世界は愛に満ちており、その愛の力、慈悲のエネルギーを受けて、歴史が動いていくことを知る。なので生物の歴史である進化も、自然選択より根源のところにある愛によって動かされていると見えてくるのね。だから、世界を、自然を、生き物たちをどう見るかが、大切なんですね。霊想は、その手引きの一つなのです。ありがとうございました。仏教に、蛇鳥魔の例えというのがあって、暗闇で恐怖心に囚われていると蛇に見えたものが、冷静に見てみると縄であって、より落ち着いて観察すると、それが朝でできたことがわかるという心境と認識欲との関係を例えたものがあるけれども。人間をこの世限りで、物質として見て、五穀豊穣と子孫繁栄しか幸福の価値がないと見ると、生き物も、生態系というリングの上で、自然選択のふるいに落とされないよう、生きているように見えてしまうが、やはり生きていることが愛なんだという見方もあるんですね。自己の生命感を高めていかないと、ダーウィン論しか正しく見えてこないという壁に気づき、現代教育に欠けている自己修養を復活させることが、次の時代の学問、教育に必要なのではないかと、感じていただければ幸いなのぜ。はい、では本編スタートです。